キャプチャーってほら単純に言うと姿形っていうのは何もデータには残らないんですよ。でもやっぱりその場の雰囲気を作る立ち振る舞いとか役者さんが持ってるムードっていうのをすごく、それを逆にどう生かすかが僕らの仕事なんで、役者そのもの顔は出ないかもしれないけど皆さんからの、ね、フィードバックをこれだけもらうと、記号としての動きを作るだけではなくて作品にこう魂が入っていくというかですね。スペシウム光線はやっぱりこうあの構えが猫背のこう形が収まるのでイメージを被らせたいなと。原作のコミックの印象的なそのキャラのポーズ、原作ファンの方が、あ、このシーンが動いてるって思ってもらえたら嬉しいなと思ってやらせていただいてました。 3DCG アニメによるそのモーションキャプチャー映えって何なんだろうって考えながら、生身がやってることのなんか良さみたいなのが、あ、気持ちいいっていうのは 何なのかなっていうのはこれからも探していきたいと思ってます。実写だと同じ人が別な役って入れないじゃないですか、その同じ物語だと。それがキャプチャーは全然できるので、それはやりがいがあるというか面白いところかなと思います。余計なことをどれだけ入れ込めているのか本当に隅の隅まで出てくる生き物は全部人間で僕らで演じさせていただいているので、全部に魂をみんなで込めて詰めている。早田慎二郎役の山崎克之です。今回の作品ですけども、もちろんアクションは CG とも僕らともいろんなのが混ざってすごい作品になって見どころ満載となっておりますので、ぜひお楽しみに見てください、で最後まで見ていたらどこかで感想などをどっかに上げてくれたら嬉しいななんて思ってます。ではウルトラセブン、じゃあ、諸星団役を、やらせていただきました笠原慎二と言います。僕自身もすごくこう昔からウルトラマン、ウルトラセブン見ていまして、あの頃の円谷さん の, そのウルトラマンにあったダークさというか、バイオレンスだったり残酷描写だったりっていうものが大人向けのアニメとして、出来上がっていると思いますので、その部分を、楽しみにしていただきたいと思います。当時のウルトラセブンとはまた違ったアクションであったり、スペシウムソードっていうんですけど、そういうのを使って戦ったりするアクションとかもありますので、その辺の刀さばきとかも、楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ちょこんにちは、小川照明です。早田慎をやらせてもらいました。普段声優としても、活動させてもらっていて、もともとは顔出しで、特撮もの、いわゆるヒーローをやってたんですけども、今回、アニメーションとして、動きの方で、ヒーローを一瞬変身させてもらいました。モーションキャプチャーという、職業というのは皆さんあんまりご存じないと思うんですが、声だけではなく、動きを、注目して見ていただけると僕たちとしては嬉しいです。楽しんでご覧くださいませ。